皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を一語一句お読みください。とても重要なことが書かれてますので、すべてね、噛み締めるようにお読みください。少しでもね承諾できないと、自分は納得できないというところがありましたら、この動画はこの動画の続きを見ることはできません。すべて一語一句承諾する人のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。2019年7月17日水曜日、暗号資産草コイン中野研究会。今はね夜のね8時6分ですね。今日はちょっと忙しくてね、朝からね朝はね、特別ライブやってね、指標発表、中国の指標発表見たりね一緒に見たりねやってました。で午後はね結構忙しくてね、あっち行ったりこっち行ったりね、いよいよ町内会の班長の引き継ぎ、今日ね全部引き継ぎやりました。はい、ゴミ出し場のね、ほうきとちりとりもね、引き渡してきました。あと、鍵ですね。あと、回覧板の板もね、引き渡したし、全部引き渡しました。ノートもね。とてもすがすがしい気分です。はい、じゃあ今日はね、今日のお題なんですけども、今日のお題は、今日の小野ちゃん、今日の小野ちゃん、ドラさん、トレード分析ですね。この2人はね、毎日 FX のですね、YouTube ライブをやってくれてるのでね、とても参考になりますので、私も毎日見てます。トレード分析しました。で、なんとですね、もう本当嬉しいですね。小野ちゃんのことはもうかれこれ3年目かな、ずっと毎日見てますが、FXYouTuber の小野ちゃん、なんと、今日ですね、100万円達成しました。おめでとうございます。イエーイ。今ねちょっとさっきねライブ見たらね97万5千ぐらいまで落ちてましたけど、まあ今日中にまた100万ずっといくと思います。今年ね1月1日に50万入れてですねまあ小野ちゃんは、小野ちゃんはですね FX 芸人と一時言われているぐらいですね、資金を減らすのがうまいっていうかね、わざと減らしてんじゃないかっていうふうに言われて続けてたんですけどね、今年に入ってねどん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 増えていってるんですよ。でもう視聴者もねまあびっくりしてる次第ですね。で一まあ国内のですね FX 会社は国内の GMOFX ですから最大レバレッジ25倍しかできないんですよ。だからねなかなかね資金増やせないんですけど、まあ1月2月3月4 4月、4.5 ヶ月かな、3ヶ月半か、3ヶ月半ですねそれで資金が2倍になったということで本当におめでとうございます。それでね、その100万円達成した瞬間見たかったなっていう人結構いると思うんですよ。で僕ねスマホでスクリーンショット撮ったのでお仕事とかね、他の用事で小野ちゃんのライブでね100万円の瞬間見れなかった人のために、ここでねちょっと披露したいと思います。あと今日ドラさんなんですけど、今日もちょっと調子悪かったみたいでね、最近は資金すごい増えてたんですけど、今日もちょっと調子悪かったみたいでですね、ゼロカットですね、海外の XM でゼロカットされちゃいましたね。はい、まあ残り資金がポイントと合わせて75万ぐらいあったんだけど、強制ロスカットあってですね2万ぐらいになっちゃいましたね。僕も本当辛いです、毎回辛いです。ドラさんがね強制ロスカットでゼロカットを受けた時にはまるで自分のことのようにですね、辛い夜を過ごします。もう夜ね涙で枕をね濡らすぐらいにドラさん辛いんだろうなと思ってます。
それでね、今日ですね、ドラさん何を思ったことかね、まあ、ロスカットする前にですね、まあ、いつものようにお経の、もう少しでロスカットされるよってことで、お経のですね、音楽を流してですね、その後、火曜サスペンス劇場の音楽を流して、怖い、男女のですね、恋愛の、で男がね、DV でね、女の子をね、いじめるっていうですね、本を朗読してました。で、朗読すごくうまかったのでね、朗読 YouTuber になるって言ってましたね。うん、FX もう資金がなくなっちゃうから、FX YouTuber やめて、朗読 YouTuber になるって言ってました。でね、ここで、職種転換おめでとうということで、ドラさんもおめでとうございます。で、今日ね、その朗読ずっと聞いてたんですよ。結構うまかったんですよ。で、僕もね、引き込まれちゃってね、目の前にその風景がね、浮かんできて怖いなと思ってたら、急にね、うわーって言ってね、ドラさんが、はい、どうなっちゃったの、うるせえって言ってね、びっくりしました。もう、家族が周りにいたらね、どんだけ怒られるかというぐらいね、まあ、怖いっていうより、まあ、チャンネル解除どうなんだろうなという感じで、まあ、非常に良かったです。はい、ということで、ゴロニャンか FX 管理人よりですね、ということで、これがね、小野ちゃんの100万円達成の瞬間ですね。これ、右上の口座資金ね。100万円飛んで、117円ですね。これは、ユーロドルですね。40ピプス、40.8 ピプスですね。16万円。はい。で、これは、100万円飛んで、ちょっと待って、これが邪魔だな、これが。これちょっとこっちです。もう一回、ね。はい。100万飛んで117円。100万飛んで650円。100万1000円ぐらいまで行きましたけどね。で、これは99万9758円ね。で、もう一回、100万円飛んで113円ですね。はい。で、先ほどね、ちょっと、また小野ちゃん見たんですけど、今日は100万円達成記念ということで、炙りサーモン丼を注文して食べてました。美味しそうですね。はい。ということでですね、今日は小野ちゃんと、小野ちゃん100万円達成おめでとう。僕もね、なんかアマゾンでなんか送ろうかと思います。それと、ドラさんね、まあ、職種転換とは言わずに FX 引き続き頑張っていただきたいと思います。それでは、これでね、終わりにしたいと思います。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。